こんにちは。こんにちは。ふたり散歩です。イエーイ。今日はカイトさんが3連休いないから妹を召喚しました。こんにちは。妹です。ウケる。なんか3連休はまず妹と行動するって感じで、なんか初めて私一人で動画撮ってるから、ね、カイトいなくて。頑張ろう。頑張ろう。はい。もーちゃんもいます。もーちゃんもいます。楽しいな。楽しい。じゃあそんな感じです。クレープ食べに。クレープ食べに行きます。はい。いいんじゃないこれで。日南から福島まで40分ぐらいやったかな。これはまだ食べるのか。もちろん食べる。迷うな。これも。どこも食べた。これにしよう。迷うね。ね、ちょっとちょうだい。一緒に食べ。うん。チョコ食べたいけど、これ食べたい。これどっちにしよう。これかこれかこれと、一個は、日南レモンのレアチーズ。はい。待って、どれも。一番人気自家製ガトーショコラ生クリームで、はい、以上です。はい、ドリンクも、はい、あ、こっちで買ったやつ見て。はい、こっちに、泉町クレープさん、ガトーショコラのやつと日南レモンレアチーズケーキみたいなやつ、うんうんうん、レアチーズ、レアチーズめっちゃ美味しそう。あとどっち？こっち。オッケー。じゃ食べてみる。うん。やば。チョコで美味しい。チョコで美味しいやろ。最近オープンしたやつあそこ。うん。あ、マジ美味しい。クレープ好きやもんな。福島まで来てよかった。これは私はリッチナンレモンレアチーズ。ん？美味しそう。ん？めっちゃ美味しいよ。なんかやっぱレアチーズやからさ、酸味が。ほう。でレモンやろ？うん。酸っぱすぎる。甘い。美味しい。大丈夫？さっぱりしてめっちゃ食べやすいよ。一口ちょうだい。うん。向こうや。うまいやろ。うん。チーズ食べよう。めっちゃチョコじゃないそれ。美味しい。マジで美味しい。てかさ、これはレアチーズやからやけど、こっち生クリームがめっちゃ美味しいの。マジで美味しい。あ、めっちゃ柔らかいし。手作りかな、ガトーショコラ。ない。そうなの。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいこれ。今最近9時前にできて、営業時間とかは、営業日とかはさ、また貼ってもらおう。そうしよう。貼ります。うちのさ、クリームめっちゃ牛乳感強くない？強い。うん。美味しい。生クリームって感じ。素材の。素材の味や。素材の味や。素材の美味しさが伝わってくる。美味しすぎる。なんかさ、久しぶりにこんな美味しいやつ食べたかも。うん。こだわりがあるやろうな。めっちゃもちもちやしな、生地。そう。作ってみたい、こんな美味しいの。作れん、こんな。技術ない。うん。作れたら毎日食べるよな。うちらは多分毎日食べるな。絶対食べる。夜は。うん。なんかドリンクとかもあったな。うん、フロートとかな。うん。あれもあれで食べたい。うん。まあ、期間限定の、うん、自家製のいちごの、あれがなくなり次第終了みたいな期間限定の、ストロベリーのジュースとかもあって。これ何やったっけ？スイートポテトフライや。福島の道の駅にあるスイートポテトフライってやつ。甘い。甘い。うん。美味しそう。美味しいわ。マジで美味しい。めっちゃ美味しい。本当に美味しい。やばい。甘いな。甘い。なんか普通のポテトってやっぱジャガイモじゃないだけあって美味しい。めっちゃ甘くて。でもポテト感もある。うん、確かに。でもスイーツ寄りって感じ。スイーツ、スイーツ。ソフトクリームと一緒に食べたら絶対美味しいな。間違いないな。
ちのお父さんマジお菓子隠すんですよで、マジで食べたら怒られる、本当に買ってこいって言われるよ、ね、で、なんか知らん、私たちがお菓子食べてたらそれ誰のかって言って俺のは年間とかアイスとかも食べたら絶対言われる、うん、よし、帰る、一旦日南帰ろ、ユナイコップめっちゃ食べるじゃんじゃあ一旦日南に帰りまーす。今日はブラスの港祭りです。楽しみ。浴衣着ちゃう。去年はおらんかった、私出産で、だから初めて、移住して初めての港祭り。夜はな、もちゃんまだちっちゃいけんな、近く行かれんから、昼にとりあえず近く行ってみようみたいな感じよね。うん、花火音大きいし、どんな感じなんやろ。なんかマジで屋台村って感じだったけどな、見た限り。さっきはね、上から見た感じな。そう、なんか弁光ってやつ朝からやってるの見てみたかった。弁光って何？え、なんかイカダの上で、え、イカダに乗ってなんか競争するらしい。めっちゃ見たかったんやけど。なあ、来年見よう。来年見よう。来年来る。来年来る。来年も来る。毎年来るよ。しんど。毎年来るのはしんどいな。毎年来るよ。あ、迷うな。やめな。撮るよ。撮るよ。撮るけど。え、作ろうか、帰って。やだ。じゃあ食べれば。マジ食べんな、もう。いや、もううるさいから食べな。もう見らん。撮るよ、チーズハットグ。揚げ物やつか。なんかそう考えちゃうよ、なんかもうもうさ、祭り向いてないんだよ。向いてないわ。おいいんじゃない。おー、すごい。あ、待って。